ちゃんころころチャーハン。ちゃんころだぜ。今回は卵を転がすゲームの紹介でーすー。エッグレツアンス褒め。卵が家に帰るってことだよな。説明すると、卵ができるのはジャンプとハイジャンプだけで、それでうまく転がして障害物とか回避したりしてクリアするだけ。すんごいシンプルゲームだぜ。でもなかなか味があるんだよ。味付けも似て卵かな。ちゅるり。とりあえず今回の説明のノルマは達したね。今回もすごく早いな。あとはみんなはわかるよね。何がだよ。目で見るんじゃない、心で感じるんだよ。それ言っとけばいいとか思ってんだろ絶対。別々にそんなこと思ってるはずないじゃんわよ。動揺して語尾がひどいぞ。なんで卵に指示されてるの。てめえの決まる子にも毛生えてんだろうが黙っとけや。汚い言葉を吐くんじゃありません。服部半蔵の2代目は部下にストライキされたんだよ。いきなりなんなの。それくらい知ってるし、悪魔王チャーハン五郎が実ハイタリア人って知ってたかしら。全然知らんかったにょん。トリビアで争うとか。しかも霊夢に至ってはトリビアですらない嘘ばっか。嘘だって証拠あるんですか。悪魔王チャーハン五郎って誰だよ。しかもムカつくぜ。悪魔王チャーハン五郎は見えないよ。だってみんなの心に住んでいるから。イタリア人じゃねえのかよクソが。マリサ、カルシウム取ろうね。ギギギ。おめでとう。このゲームを勝ち抜いたのは君たちが初めてです。ゲーム。私が作った壮大なストーリーのゲームです。どういうことだ。私は平和な世界に飽き飽きしていました。そこで、チャーハンゴロウを呼び出したのです。アシュマルじゃねえのかよ。何、考えてんだ。チャーハンゴロウは世界を乱し面白くしてくれました。だがそれも束の間のこと彼にも退屈してきました。そこで、ゲームか。そう、その通り。私は悪魔王を打ち倒すヒーローが欲しかったのです。何もかもあんたが書いた筋書きだったわけだ。なかなか理解が早い。多くの者たちがヒーローになれずに、消えていきました。死すべき運命を背負ったちっぽけな存在が、必死に生きていく姿は、私さえも感動させるものがありました。私はこの感動を与えてくれた君たちにお礼がしたい。どんな望みでも叶えてあげましょう。お前のためにここまで来たんじゃねえ。よくも俺たちをみんなおもちゃにしてくれたな。それがどうかしましたか。すべては私が作ったものなのです。俺たちは物じゃない。神に喧嘩を売るとはどこまでも楽しい人たちだ。どうしてもやるつもりですね。これも生き物の差が喧嘩。よろしい、死ぬ前に神の力と太めにやっつけておけ。サマルの茶番もういいですか。あとチャーハンゴロウって誰なんだよ一体。茶番じゃない？これは現実なんだ。リアルなんだよマリサ、目を背けないで。目を背けたくもなるだろこんな奴らばっかじゃ。あと背けてるのお前らだから。ゴロウ、その秘宝は使うな、危険すぎる。大佐、言っていたのか、しぶとい奴だな。サマル2の茶番まで始まっちゃったぜ。ちゃんとゲームの説明しようよ。毎回こんなんでひどいじゃんかよー。お前が言うなぁ。だって、あたいはあたいはね。コロコロ転がるゆで卵をというよりは食べたい王になる。僕も食べたいよー。ゆで卵はちょっと、にょん。はぁ、今回もこんな感じで終了かよ。終了じゃない？これから始まるんだ。何がだよ。ラグボールかな。コマルラに出てくる架空の競技だろうが。リアルなんだよ多分。今の卵の状況みたいに霊夢もならないかな。こんなあたいにとってはママルオニー簡単だわよ。にくらい簡単ってにはむずいだろ。スーパーママルオ USA は夢工場ドキドキパニックマルなんだよ。もう意味がわからないぜ。ゾンビハマルターのアイスはグミ入ってたんだよ。ネタ知らん人多いだろうな。お
寿司かな。魔力音一つお願いね。大トロがいいにゃん。あーそろそろ動画終わりますよ。生姜焼きねえなー。しょうがないだった？わら。またねー。まただぜー。ご視聴ありがとうございました。にゃんにゃん。ドーン発砲音。